さあ、それでは前回の次から今回もホールアウト3進めていきたいと思います。ペンタゴンね、到着したところからです。ここから BOS と本格的に関わっていく形になりますね。この人ね、パラディンも会いましたね。パラディンベイル、さあ行きましょう。とりあえずドクターリーと、もう一人科学者と、まあ、もう一人最初におった人だけが生き残って2人、もう死亡した状態ということでございますね。はい、終わりました。あ、レベル上がった。じゃあレベルを上げていきましょう。いやー、ちょっとね、どうしようかな、悩むな。スニーキング上げとこか。はい、スニーキングとエナジーウェポンで行きました。はい、ピッキングアップザトレイル。新しいの始まりました。行きましょう。要塞の中庭へ。ここが言ったらその解説でもよく出てきた場所ですね。マジさん、驚いたな。君がここに来るとは。どんな用かね。 D が揺れてる。リオンズ、子供扱いしないで。他に当てがないし助けてほしいの。浄化プロジェクトが乗っ取られたわ。うん、事件の報告は聞いておる。ちょっと詳細を教えてもらえるか。真面目な時やが。ちょ、 D 頼むわ。浄化プロジェクトを狙ったのはエンクレーブね。ジェームスは死んだわ。他にもいるかもしれないわ。わからないけど、なんとかして。まあ、そうやな、なんとかしてほしいな。マジさん、こんなことになって残念だ。何かできればよかったのじゃが。じゃあ何とかしてよ。浄化装置を取られたのよ。リオンズ、奴らがコントロールするなんて絶対にダメよ。絶対にダメやな。まあ落ち着きなさい。君も分かっているだろう。浄化装置は作動しない。彼らには利用価値のないものじゃ。もはや潮時かもしれんな。そうじゃないわ。ジェームスは何が不足してたかに気づいていたの。あれを操作できるのよ。本当か。エンクレイブはそれを知っておるのか。いいえ、わからないわ。何が起こってるか把握はできてないよ。よろしい、マジソン。もう大丈夫じゃ。時に彼がジェームスの息子かね。はいはい、そうです、そうです。なるほど、よく似ている。ちょ、早くこっち来てもらっていいですか。ちょっと、彼は私たちが欲しい知識を持ってるわ。ボルトテックコンピューターのありかなんかをね。助けてあげて。助けてください。まあ、リーをまず助けてほしいけど。ようこそ。お父様、お話ししてもよろしいですか。もちろんじゃ、トモス。ちょっと休むわね。体を休めないと。きつすぎるわ。ロスチャイルドが助けてくれるはずだけど。ブラザーフッドなのを忘れないでね。絶対信用できないから。言葉を選んで話して。休まなあかんな。確かに、確かにリーを休んだ方がいい。プライドの隊員と話したんだけど、お父様、すぐに浄化装置を攻撃したいの。エンクレイブは報いを受けるべきだわ。わしの愛しい娘サナ、戦場に突き進もうとするその熱意は素晴らしい。だが今はいかん。まだその時ではないのにゃ。時期に時は来る。恐れることはない。この人、この前会いましたね、サラリオンズ。わかりました、ごめんなさい。あ、終わった。ちょ話しましょう。ちょ、この人ね、エルダーリオンズ、ここの、エルダーです。はい、キャピタル BOS のエルダー。それはお悔やみ申し上げるよ。君のお父上は立派な男じゃった。ありがとうございます。もう完全におじいちゃんですね。まあ、ここで、まあ、力助けを借りると。あの、何度も出てくる話ですが、あの過去にもその BOS に守ってもらってた時期があって、まあ、ジェームズが抜けたことによって解散したっていう流れがあるんで、ではそのリーとこのリオンズも、まあ、知り合いと、当時から知り合ってる仲ってことでね、それで助けてって言って来たってことですね。ブラザーフット・オブ・シールについてもっと知りたい。ブラザーフットは戦後間もない頃まで遡る古い組織じゃ。我らはその一部に過ぎない。何を知りたいのじゃ。ここでもいろいろ聞けると。あんたらがブラザーフットの一部でしかないなら残りはどこに。ブラザーフットはウエストコーストで発足し、現在もそこにおる。我らは何年も前にこの地に派遣されてきたのじゃ。実際のところ、ブラザーフッド・オブ・スティールは長年苦闘を重ねているのじゃ。ここでも本拠地でもな。名誉、真実、勇気といった美徳は、今のような混沌とした時代にはほとんど意味を持たないようじゃ。
残念なことにの。はい、ありがとうございます。ウエストコーストに関しては西海岸ですね。いわゆる西海岸 BOS のことを言ってます。そしてなんであんたらはキャピタルウエストランドにいるんだ。なあ、もっともな疑問じゃな。我らに与えられた命令は昔も今もあらゆる先進技術を手に入れるということじゃ。それを可能な限りに遂行してきた。じゃがスーパーミュータントの脅威のほどを実感したわしは、奴らに対する人々の苦闘を支援する責任があると感じるようになった。残念ながら西部の指導者たちはわしの状況分析に反対しているのじゃ。わしが地元住民たちを気にかけすぎていると思っているのじゃ。まあその通りなのじゃがね。何にせよエンクレーブが来たとなれば状況は一変するな。そうですね。まあエンクレーブの話ももちろんなんですが、このまあエルダーリオンズっていう人がね、まあよく言われている、その言ったら西海岸っていうのは、あの西海岸 BOS 本部の BOS っていうのは基本的には技術の回収が最優先で、住民のことなんてどうでもいいと思ってるのよ。でエルダーリオンズは言ったらその住民の保護、そのスーパーミュータントがその大暴れしてる中で住民がかわいそうやということで守ってあげるっていう方向性にシフトしたわけね。だこれがまあリオンズっぽいってよく言われんねんけど、あのまあリオンズの考え方としてはそっちを優先するということで、だからそのそれぞれの支部でも言ったらこのエルダーリオンズの考えがこの支部に浸透してると、そういうことですね。そういう流れなんですけれども、例えばそれに反旗を翻すというか、その技術の回収の方が優先やっていう形で離反した組織がアウトキャストとかね、そういうのもいるわけですよ。なのでまあそのプレイヤーからしたら、ああリオンズいいねって思うけど、 BOS 的にはリオンズの立場としてはちょっと弱いというか嫌われてる感じですね。なんでそんな住民のこと気にかけんねんと。いつからここに？ここに来て20年以上になる。その間ほとんどスーパーミュータントを牽制し根絶することに奮闘してきた。じゃがエンクレイブが来たとなるととても悪い予感がするのじゃ。スーパーミュータントどころではなくなるかもしれんの。はい、まあ、東海岸への遠征隊として来たっていうことですね。まあ、これ歴史の解説でも何度もやっております。エンクレイブについて何を知っているんだ。人並み以上にと言ってもよいな。少なくともキャピタルウェイストランド史上最大の脅威だということは認識しておる。ブラザーフット・オブ・スティールがエンクレイブと遭遇したことがある。30年以上前カリフォルニアでのことじゃ。当時の指導者はリチャードソン大統領という男じゃった。現在の相手はこのエデンじゃ。それは問題ではない。今の奴らは昔同様支配と破壊を求めている。秩序の回復の名のもとにな。君の父親はおそらく事の発端でしかないじゃろう。はい、今の話の序盤で出てきた30年前のリチャードソン大統領っていうのはフォールアウト2のお話です。なので、まあ、この作品からベセスダに言ったらインタープレイから切り替わってるんですが、まあ、その辺の歴史というかその辺はちゃんと認識した上で作られてるってことですね。で今のエンクレイブのトップはジョン・ヘンリー・エデン大統領っていう大統領です。それがトップね。もちろんそれとも対峙することになります。じゃあスーパーミュータントについても聞きましょうか。ここで全部聞こうね。その答えはないじゃよ。情けないことじゃ。まったくこのヘドの出そうな連中とかれこれ20年も戦っているというのに、わしらは連中を追い返すだけで精一杯じゃった。この入植地を侵略されないようにな。じゃが実際に知らないのじゃ。何もな。連中がどこから来たのかも、なぜ DC の廃墟に作ったのかも、そしてこのざまじゃよ。要塞に閉じこもり資源は乏しく兵員も足りない。十分なのじゃよ。老いぼれを疲れさせるにはな。いいですね。セリフがいちいちいいですね。このスーパーミュータントがどこから来たかわからないっていうお話に関してはメインストーリーの流れの中にありますのでご安心ください。要塞にパワーアーマーの使い方を教えられる人は？もちろんじゃ。とも我らが勇敢なパラディンガニーがイニシエイト全員にパワーアーマーの使い方を訓練している。状況が状況じゃ。ガニーに行って君も訓練してもらうとしよう。
彼はベイリーにいるじゃろう。わしが許可を出したと伝えておこう。ガニーさんですね。それはちょっとやっとかないといけないね。わかりました。ご苦労。かっこいいな、エルラリオンズ。はい。サラリオンズも話そうかな。あ、なんか話してる？ちょっとサラとも話そう。あ、どうもこんにちは。で、いろいろね、このペンタゴンの内側で、まあ、訓練とかいろいろやってるわけですね。イニシエイトね。あっちへ行って怒りますよ。じゃあ要塞の中見ていきましょうか。ここもね、まあ、リベットシティみたいな感じでひたすら広いので、話しかける人はちょっと選んでいこうと思います。まずはでもパワーアーマーを装備したいので、ないかな、パワーアーマーの。あー、直接探さないとダメっぽいな。パワーアーマーの訓練はしておきたいので、ちょっとそれやろうか。ここにいる重要人物でいうと、スクライブ・ロスチャイルドと、サラ・リオンズ、そしてリオンズ・プライドのメンバーぐらいかな。サラ、久しぶりやん。まあ、本拠地はここやからね。ちょっと暗いですね。はい。いろんなトラブルが起こっても乗り切ること。わかった。要塞にようこそ。民間人は滅多に入れないところよ。はい、ありがとうございます。リオンズ・プライド、まず聞こうか。リオンズ・プライドについて教えてほしい。ブラザーフットの中で文句なしに一番よ。私が認めないとなれないの。結構ね、そのキャピタル BOS のこの組織図というか、その辺がちょっと難しくて、難しくはないか。このね、キャピタル BOS の中にいる、まあ、このセンチネルっていう役職もそうなんですが、結構ね、リオンズ・プライドって特殊な立ち位置で、まずはセンチネルっていう役職自体が非常にレアです。今までのホールアウト作品、まあ、最新のものも含め、センチネルまで昇格できる人っていうのは、このサラリオンズもしくはフォールアウト4の主人公しか存在しません。で、まあ、センチネルっていう役職自体はパラディンの上位職みたいな感じですね。あのエルダーとほとんど同等の権限を持ちながらもパラディンみたいな感じで動くっていう、そういう役職ね。で、そのセンチネルリオンズ、このサラリオンズが率いているのがリオンズプライドって言われる、まあ、いわゆる特殊部隊ですね。じゃあ、まあ、リオンズプライドのメンバー何人か話すとして、エンクレーブに対して考えていること。報告書を読んだし、最初のスキャンも見た。だけど信じられなかった。あの無線は昔の録音だと思っていたの。実際にエンクレーブが現れるなんて思いもしなかった。でも心配しないで、奴らが何をしてきても大丈夫。明日プライドが倒すから。もし父上の許しがあればだけどね。まあ、この時代の BOS にとってのエンクレーブっていうのは完全にライバルなんで、まあ、過去のフォールアウト2とかでも戦いはしたんですが、真っ向から戦うのはこれが初めてですね。スーパーミュータントについて。奴らを見たんならそれが全てよ。他に付け足すことなんかある？どこから来るのかが突き止められたんならなんとかできるんだけど。はい、わかりました。ありがとう。父上の名のもとに。サラとも話し終えました。ここは？あ、会議室や。ここに結構おるで。ここに結構リオンズプライドの、あ、この人とかあれちゃうの。お越しいただいて光栄です。ナイトキャプテンギャローズ。なんかこの人怖い人ちゃかった？あ、それあんま喋らん人や。口数が少ないんだな。いや、何の用だ。なんか確かこの人戦闘狂みたいな、めっちゃ強いけどコミュ力ゼロみたいな感じの人やった気がします。リオンズプライドについて。サラは感謝してる。他の人から聞いたのかな。リオンズプライドでのあんたの専門は？特別作戦。それで勘弁してくれ。わかりました。キャプテンギャローズね。さあ兵士を。そしてこの人が、ようこそナイトキャプテンダスク。女の人やね。ようこそスチールのナイトキャプテンダスクよ。何か必要なら遠慮せず聞いて。はい、あんたのことについて。私の話？200メートルの射程範囲内のものは頭をぶっ飛ばしてやるわ。ブラザーフットオブスティールじゃ私がダントツよ。コルビンさえかなわない。
それが私の話さ。なるほど、スナイパーやね。おお、それはすごい。当たり前よ。前に確認した時はシスターフットオブスティールなんて呼ばれてなかったわ。あのサラでさえ大男相手に力比べさせられてさ。たまにね、誰がボスか教えてやらなきゃ。シスターフットオブスティール、おお、ギャローズをどう思う？あいつは信用できないわ。兄弟を信用すべきなのは分かってるけど、ウエストランドを何日も徘徊してるようなやつよ。いきなり帰ってきてさ、センチネルリオンズには報告するくせに私たちには何も言わないの。そんなソルジャー信用できないわ。他の連中は冗談だと思ってるよ。グレイドなんか賭博までしてギャローズの本名を当てようとしてるの。賭けなんてさ。はい、まあわかりました。エンクレイブに対しては？正直言って100メートル地点からのフォローポイント弾をあのヘルメットで止められるか見ものだわ。絶対無理よね。勝てると思ってるってことですね。わかりました。プライドのスナイパーなの。ライフルの数キロ以内にミュータントが来たらもうおしまい。兵隊をまとめて戦闘終了。コルビンは自分が上だと思ってる。男ってやつは妄想がひどいからね。なんか若干死亡フラグにも聞こえるけどな。わかりました。あまり目立たないようにね。何人おるやったかな。5、6人おった気がするけど。何？5、6人おった気がするけどね。エルダーリオンズがロスチャイルドに話してたのを小耳に挟んだんだが、エンクレイブを心配してるようだったぞ。俺の考えすぎかな。スクライブ・ピーボディが以前このエンクレイブのプラズマ兵器について話してた。人を泥化できるって知ってるか？そんなすげえもの、どうやって防げばいい？つまりお前は俺たちは全員死ぬって言うんだな。そりゃ、なんというか、お気楽だな。いいか、また後で。パラディン・ゴディアック。いや、名前はグレッグ。グレッグ・ベアだ。みんなは俺をコディアックと呼ぶ。浄化装置の問題を小耳に挟んだよ。心配するな、ここにいれば安全だ。あれ、優しい。この人顔出してるね。ギャローズという男がどうかしたか？ギャローズか。本当のところ奴は悪人じゃない。ただ無口で戦闘のこと以外では口も開かないだけだ。だが一つ言っておこう、ここでは奴が一番手強い。戦闘のことしか頭にない。残りの俺たちは休み休みやってるが、ギャローズは違う。誰が本名を探り出せるかって賭けまで始まったくらいだ。グレイドに聞いてみな、教えてくれるよ。そうですか、わかりました。はい、どうしてブラザーフットに加わることに？話せば長いが、俺がここにいる唯一の理由はエルダーリオンズだ。いいか、俺はピットで育った。行ったこともないだろう。北西に500キロほど行ったところだ。悪夢だよ。放射能に汚染された川が3つほど合流してる。そこの人々は具合が良くない。だがブラザーフットオブスティールが正義の木槌を持ってやってきた。木槌は天罰と呼ばれた。天罰ね、ありましたね。その、まあ、エルダーリオンズがその遠征隊としてこの東海岸に来た時に途中で立ち寄った場所、ピットっていうのが非常に有名で、まあ、そこでエルダーリオンズが地元の住民に対してやったことが天罰と呼ばれてるってことですね。ブラザーフットの軍事行動だ。進軍してきてあの場所をきれいに一掃したんだ。人民の多くは反ミュータントで癌を患いひどい状態だった。そしてギャング拷問団、全くのカオスだ。天罰はそんな場所に起こり得た一番マシな出来事だったんだ。これは大昔、城が要塞化される前の話だ。ブラザーフッドの後に初期偵察隊の一部が初めてこのエリアを訪れた。ある晩、パラデン・リオンズに率いられたブラザーズの一軍がマウントウォッシュから町を襲い、逆らう者をズタズタに引き裂いたんだ。軍勢の数は圧倒的に少なかったが、それでも町を倒壊し尽くした。で、確かその時に、まあ、その変異していない子供だけを助けたみたいな感じの話があるんで、多分その時の一人やね、このゴディアックはね。なんでそんなことになった？川だ。戦争後も汚染され正体不明な物質に満ちたまま流れ続けた。口に表せないようなものも見てきた。脱出した時は8歳かそこらだったから、
子供には厳しい運命だったよ。まあ、その後で BOS に加わってパラディンまでなったと、まあ、素晴らしいですね。どうやって逃げた？その最中、ブラザーフットは見つけられる限りのノンミュータントの子供たちを救い出した。そうですね。結果的にそう数はいなかったのだが、俺を含め多分20名くらいだ。若ければ若いほどミュータント化される可能性も低かった。確かに凄まじい仕事だった。だがやるより他なかったのさ。空が白む頃、ブラザーフットオブスティールが山の中腹を突破してきた光景は今でも忘れられない。まあ、なんやろ、その罪のない人もね、そのミュータント化している人を殺したってことなんですけれども、まあ必要悪というか、まあ仕方ないことっていうことですね。それがなければもっとひどかったやろうと。ピットにいた他の子供たちはどうした？みんなイニシエトリ、そしてほとんどが続けてブラザーになった。多数が戦いで命を落とした。俺は未だに要塞で仕事をしている唯一のピットの天罰の生き残りだ。へえ、唯一の生き残り。なるほどね。両親はどうした？知ってたらな。両親のことは何も覚えてない。路上に住み、ネズミと食べ物を争ってた。そうですか。ああ、どうやってここに戻ってきた？エルダーリオンズが俺たちを要塞まで連れてきた。知る限り一番安全な場所だと言って。この場所の要塞化はまだ続けられている。エルダーは俺たちをイニシエイトに入れ、注意深く見守った。タフだったが生き残ることを教えてくれた。あの人を父親みたいに思ってる。ああ、だからほんまにそれこそそのエルダーリオンズ自体がそのまあ人を思うような感じのエルダーやったからこそあったことやね。普通やったらもうそんな連れていかないのからな。選択肢がいちいちもう終わり、悪い、居眠りしてたとかね。ああ、それは素晴らしい。いや、すごいのはエルダーリオンズだ。武器も人材も劣勢だったのに全ての危険を犯してくれた。あの人には感謝してもしきれない。だから俺の仕事はブラザーフッドに最善を尽くすこと。それがエルダーの望みだと思う。時が来ればお前もわかると思うが。はい、ありがとうございます。まあ、非常に話をね、いろいろしてくれる人ですね。まあ、このぐらいで、あ、一応リオンズプライドでのあんたの戦闘分野は何でもやるよ。偵察、爆破、戦術攻撃、プライドの何でもやってとこか。わかりました、そういうことですね。スティールに力あれ。スティールに力あれ。ようこそ。会えてよかった。あの切れ者のリーがここを無事守ってくれたのさ。浄化装置に起こったことは聞いたよ。地獄だな。ありがとうございます。まあ、ギャローズの話はもういいでしょ。この人は何なんだ？役目は？俺？重兵器、ミニガン、ミサイルランチャー。人間より大きくてドーンと飛ぶものなら何でも扱う。あ、幅広いですね。なるほどね。この人はヘビーガン担当やな。もちろん。パラディングレード、わかりました。このぐらいかな。いや見知らぬ方、私は従者マクソン、スチールの忠実ならしもべです。あなたとお会いできて光栄です。もし私の態度でお気を悪くされたのならお許しください。閣下、要塞には滅多に訪問者が来ないんです。ブラザーズとエルダーリオンズは優れた先生です。だが私は議定書が気になるのです。コーデックスにはよそ者は信用するなど書いてあります。強力であるがゆえ、スチールの絆で結ばれていない者からは身を守れ。可能な時は彼らを手助けしろ。だが決して気を許すなと書かれています。私たちが用心するのはよそ者だけじゃないです。兄弟の先生を行っていない人間は誰だって信用できません。コーデックスには従軍によってブラザーフットの真実を知るにもかかわらず、先生をせぬ者は強力である、よってその者たちを聞くせよとあります。だがこうも書いてあります。猜疑心より何時の老子の知恵を尊重すべし、長老の真を置くところ何時も同様にすべし。エルダーリオンズの信頼を得たからには好きなだけここにいられますよ。私はこの体制の創設者である偉大なるロジャー・マクソンの血を引いているんです。私はマクソン一族の末裔なのです。私の魂は永遠のスチールから作り出されたって言われていますけど、信じていません。
本当に普通の子供なのです。私が要塞に送られたのは何年も前のこと。エルダーリオンズに引き取られるために。だがそれは西部のエルダーたちがエルダーリオンズへの忠誠をなくす前の話です。うちに帰ることができるのか分かりません。でも私はここが好きです。センチネルリオンズはとても私によくしてくれる。いろんなことを教えてくれました。エンクレイブをどう思うか聞いているのですか？そうですね、ブラザーフット・オブ・スティールはかつてエンクレイブに立ち向かったらしいです。西側の話ですが、年代記によれば30年以上前のことだそうです。記録では向こうのソルジャーは改良型パワーアーマーマーク3に身を包んでいたようです。かなり強かったとか。こちらのパワーアーマーより強力だったそうです。それに向こうの技術も驚異的でした。ベルチバード、人間を粘液化するプラズマ兵器。これでよろしいですか？